どうも、大キャノンです。早くも、大キャノンの中学社会科書道アート解説第3弾です。はい、今日は公民です。公民の範囲のあるところをですね、みんなに印象づけるような書道アートをぜひ書いていきたいと思います。それでは行きましょう。ちょっと無理やりかもしれませんが、一応この、物の価格の決まり方のところのちょっと覚えづらい場所を、ちょっと後にしてみました。需要曲線がね、こういう感じで通っていて、そして供給曲線はこういう感じで、通ってます。そしてその真ん中交わったところが均衡価格というのを、まあちょっとこのアートを頭の中に思い浮かべてくれれば、どっちだったかなってよく迷うと思いますので、迷わないかなと思います。そしてまあこのおまけにつけたですね、この二つは、均衡価格ね、均衡価格。均衡価格というのは、どんどんですね、市場価格が追いかけてくるんですね。まあ要は市場の中での適した価格なので、まあ、どんな風にですね、会社とかお店が市場価格を決めてもですね、結局ですね、需要と供給の関係で、均衡価格へ近づいていくんですね。っていう面では、こうちょっとなんか、均衡価格を市場価格が追いかけているような感じの、ちょっとその後にしてみました。はい、まあ、ちょっとでもですね、この絵を思い出して、まあ、例えばテストとかで迷った時に、書いてくれたら非常に嬉しいなと思います。それでは、ちょっと今日はこの1枚で、簡単なんですが、終わっちゃいます。それでは皆さん、また、次回の動画でお会いしましょう。もし、まあ、ちょっとでも面白いなと思ったら、高評価&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。